東北福祉大学所属松山英樹選手です。では初めにダンロップスポーツ株式会社代表取締役社長野尻康氏よりご挨拶並びに松山英樹選手とのゴルフ用品使用契約についてのご報告を申し上げます。皆さんこんにちは。ダンロップスポーツの野尻でございます。本日はお忙しい中、急なご連絡にもかかわらずご出席いただき誠にありがとうございます。失礼して座ってご挨拶をさせていただきます。この度当社ダンロップスポーツは松山英樹選手とのゴルフ用品使用契約を結びました。対象はゴルフボール、ゴルフクラブ、キャディバッグ、ヘッドウェア、帽子とかバイザーですね、それからグローブ、シューズです。今後世界で活躍する上において重要な道具を日本企業である当社にお任せいただくことになりましたことに身が引き締まる思いです。松山選手のここぞというところでのスーパーショットは多くのギャラリーやテレビ観戦されているゴルフファンを魅了し、ジュニアを含むたくさんのゴルファーに夢や感動を与えてくれています。その陰には自分を見つめる冷静な目と常に自分に必要なものを追い求める探求心、そしてまだ先に行けるという飽くなき向上心があります。松山選手はメジャー制覇という高い志を持たれています。私どももゴルフ用品で世界のトップメーカーを目指しています。言うなれば私たちは同じ目標を持ち世界で戦っていこうとしています。ダンロップスポーツはこれからも最新のテクノロジーでゴルフボール、ゴルフクラブを進化させ松山選手の挑戦を支え勝利に貢献したいと考えております。そして松山選手もダンロップスポーツのグローバルビジネス拡大という挑戦に貢献してくれると確信しております。メディアの皆様におかれましては松山選手へのご支援と応援を、そして当社に対しましてはご指導ご鞭撻を今まで以上に賜りますようお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。野尻社長どうもありがとうございました。続きまして松山英樹選手からご挨拶を申し上げます。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。座らせていただきます。この度、私松山英樹は、ダンロップスポーツさんとゴルフ用品の使用を契約を結びました。この契約に至るまでに、多くのスポンサーの方々、メーカーの方々に、オファーをいただいて本当に嬉しく思っています。その中で、ジュニア時代から使っている、スリックさんはやっぱり自分にとってすごい愛着や信頼があるのはもちろんですが、今年デビューをし、2勝を挙げることができ、初めての全米オープンでは、10位の成績を残すことができ、クラブも、ボールも私のイメージをしっかりと受け止めてくれ、難しいセッティングにも、しっかりとサポートしてくれてます。これから世界のツアーで戦っていくために最も信頼して使える道具だと思っています。さらにダンロップスポーツさんのスタッフの皆様は私のクラブのこだわりに対して、常に惜しまない努力をしていただけるとても信頼のおける方たちです。メジャー制覇という私の目標に向かって
これからダンロップスポーツさんと一緒に戦っていきたいと思っています。皆様応援よろしくお願いします。ありがとうございました。松山選手ありがとうございました。ここで松山英樹選手ご挨拶の中にありましたメジャー制覇という言葉を書いたボードを用意させていただきました。メジャー制覇を目標に掲げる松山選手とそれを支えるダンロップスポーツの決意表明としてボードにサインをいたします。後ほどフォトセッションにてボードを持っての撮影もございます。それでは松山選手からお願いいたします。続きましてこれからの松山選手の戦いを支えるダンロップスポーツを代表して野尻社長にもサインをお願いいたします。こちらです。2回。ありがとうございます。